はなんだろう、最近ハマってるものなんだ。またシュークリームブーム来ちゃってるんだよな。パン屋さんのパン久しぶりに見れたね。確かにそんな感じする。ハートありがとう。大大ショールームに、え、何謎機能、そんなのがあるの。それ好きな食べ物教えてって。え、何それ。え、アップデート今最新じゃなかったっけな自分。どういう機能。ハラケン、こんばんは。電話ありがとう。トークポートトキポキありがとう。というか、そっちゃう、ゆきおとてるじ見せようと思ったのに、てるじのおって言ってたから忘れてた。もうずっと料理の話ばっかしちゃった。てるじもいるよ。りょうへ、ありがとう、ありがとう。名古屋ありがとうございました。名古屋で話してよかったぜ。最後、あ、久々だ。こんばんざい。第5時間ずっとメモ取るんで、言うたな。途中で寝落ちたら許さんよそれ。二言はないよ。え、でも最近何が好きかな。なんか好きな食べ物、もうほとんどの食べ物好きと言っても過言ではないんですけど、その時々ブームがあって、自分すごい好きなものを、その時ブームなものをめちゃ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 繰り返して食べちゃうんですよ、ブーム来ると。だからもうポテチブームとか来ると危ない、どんどん太ってくる。あ、今スタケル昆布ブームが落ち着いたところ。ちょっとでも食べるとまたハマっちゃう。なぽがわがわささです。がわ水パパこんばんはとか、テンプレ、あの会話苦手な方向け。なんやそれ。こんばんざいもテンプレに加えてほしい。ゆえささちゃん、ゆえあゆえをもこもこしててかわいい。そう、今日なかなか着ないもここ着てみた。水パパテレジ、あ、テルジはちょっと有料なんで、あの特典原資払ってもらっていいですかね。テルジ取るのは。ふくふくこんばんは。あ、こんばんざーい。ハラケン、やはりショートはいいと再確認しました。やっぱりショートはいいよな。確認できてよかったです、今日それが。昨日ジュリアがたまにシビンイレビンって言ってんだけど、それを真似したら昨日喉痛めた。まあサチャスス、今日もスだったね。職場から、まだ職場から。なんか髪の毛ペタンで可愛いって聞いてた。そう、今日なんか髪の毛ねペタンというかストンってしてる、ちゃんとまっすぐ。でもこれ時間経つとだんだんこううねってくるんだけど。金ちゃん、エステに行ってきた。金ちゃん焼肉に行ってきた。ありがとう、初トークポート感謝。うん、純也もお電話してくれてありがとう。今日いろんな方お電話してくださった、嬉しいね、嬉しい。キンちゃんね、ひたすら可愛いだった、ほんと可愛い。あ、今エステ行きたい。エステエステ行って、ちょっと、え、小顔になるパック気になる。パンダちゃん、ささ、 SASA ささ、ローマ字、まさかの。水パパ今日もありがとう。これはテンプレじゃない、なんか何がテンプレなのかちょっと疑うようになっちゃう、それ。かなちゃん、おつささ、先ほどあれ3枠特典のボイスメッセージ送ったよ。
ひな日本語苦手なのでこんばんはテンプレートこれ日本語使ってください甘えず。ちょっとねテンプレに頼ったら日本語どんどん使えなくなってっちゃうから、テンプレに頼らず自分の言葉で書いていこう日本語力成長させるために。リスパパ明日支払いです。えテルジー教授ああ地下アイドルよく分からなくて運営さんにお歳暮送ったんだけど、あ大丈夫だと思う。運営さんにお歳暮送ってくださった事務所にお歳暮、確かにお歳暮の季節か。目かゆい。あなちゃん固形物食べずに、飲み物だけ。まあゆりやコンテンツ見せつけると。こっから先背面はいいけど正面はちょっと有料コンテンツかな。こっから先プレミアムライブになっちゃうショールーム。パナちゃんトークポット間に合ってよかった、よかった、走って帰ってきたってね。ジュニア今日トークポットありがとう。例の件、あかしこまりました。笹川内緒って言われたらちゃんと内緒にするんで、言われなかったら原家シビンイルミン、まあ、よよ昨日一回行っただけで、服用しただけで喉痛めた、どうしてくれクロモンこんばんざい、よっちこんばんざい。んこの2回目のこんばんはテンプレなのかな。はなちゃん笹川様あなた大数教えない。今日楽しかったことはトークポートとサービスエリア巡り。まだ職場終わんないね。終電とか大丈夫なん？それタクシーか。アナちゃんハートありがとう。キちゃんエステ気持ちいいから、わかる。自分ももうめっちゃ寝ちゃうすぐ。ゆずパパ一回送るとあテンプレ消えるの？なんだその謎機能。やっぱほらテンプレに甘えるなっていうことで。ちなの配信と同じで定期コメントみたいね。スタバのとこには何も表示されてないけど、さっきユミの配信見に行ってたけど特になかった。アップデートしないと出てこない。焼肉食べるとお腹痛くなるの？ツイート見た。パンダちゃん年賀状ね、2枚目の年賀状ありがとう。じゃあこれから書きます。お家帰ってきたんで、まあ貴重な時間を重視たち言葉に使っちゃったのミスね。あーミスね、なるほど。うん、何もトークポート中に言ってた言葉は岸さんこんばんざーい、こんばんざーい、ありがとうございます。かなちゃんトークポートでうん事務所宛てに運営さんに年末年始乗り切る。あモンスター、もうねマネージャーさんよく飲んでる。モンスターというかメンバーもよく飲んでる、うん、お歳暮、お歳暮という名のモンスターすごい。いつもまた本名プレゼン、あ今日本名言ってない、そういえばパッパの、そうだ、まあ、今ここで言ってもいいんですけどあかん。パラちゃんハートありがとうね、まあ、タクシーで周り結構人いるけどもう声た、垂れ流されてる。待って待って変なこと言えない。マオの会社の皆さん水パパちゃんと自分の言葉で日本語力高めてこと言って、笹川が一番危うい説あるけど。のみ犬こんばんざーい、配信久々な感じか。そっか確かに夜分遅くになってしまうことが結構多かったから久々来れた。ひな何もコメントできないわ。いいんだよ自由にコメントしていただいて。
ひなのありのままの言葉でちょっと伝えてもらって。金ちゃん、エステに行って焼肉食べてお腹痛くなった。金ちゃん今日すごいな、波乱万丈、波乱万丈金ちゃん、いつもほぼ毎回焼肉食べたらお腹痛くなる。なんでだろうね、肉の油。でもそういうのあるよね、笹川もミルクティー、タピオカミルクティー飲むと。そう、金ちゃんにはねこの前話したけど、タピオカミルクティー飲むとなぜか大量に飲むと若干気持ち悪くなる。ミルク系大量に摂取するとあれなのかな、わかんない。まあ、女の子のノリわからんのよ、助けて。お愛もわからんのよ、ごめん、助言できなかったポテチ大量に買っとけ買っとけ。ナビモコモコさ、さモココ、これめっちゃ肌触り、手触りが良いのよ。雪男といい勝負してる、雪男くんです。今はあかん、本名読んじゃん、あかん、うん、うなちんやっほー。ちなみにさっき聞いた美声が再びやってまいりました。ちょっとなんか話し足りないな思って、話したいなと思って。しかもいつもこの時間によくね、これぐらいの時間に配信してるので、さっき19時台かちょっと配信したんですけど、いつもこの時間に配信見てくださってるみんな、あれ今日この時間ないのかって思っちゃうかもしれないから。笹川さんなんかすごい体力あり余ってるから無駄にちょっと配信したいなと思って動画配信。今何時？あ、でももう50分なんだ、早っ。トマさん、土曜日ウーパーとチビルとフォークのライブ。ああ、ウーパーさんとチビルさん、新潟のメンズ。パナちゃんかわいすぎる。ジンディ、今日ゆうきちゃん、ゆうみ、さきまる。確かにみんなショートや、ショートはいいぞ、ショートボブね。ゆうゆちゃんとかゆうきちゃんでは結構ショートボブっぽい感じか、みんな。まあ急いで音量下げたけど、え、間に合わなかった垂れ流しにしてるのが、うん、周り人いた、人いた、会社の皆さん、みんないつも通りコメントしたら誰かさんに酔っ払ってるっていつも通り、え、待って、飲みの場でどんな感じで話してるの、いつもつまりいつもコメントしてくれてる感じはいつも飲みの場でなんか酔ってる感じのテンションでイコールってことだよね。気をつけますいつもガワッポッって言ってるから。ジュンディ、あ、そう、コンペイさん、社内でフミがそのニュース言っててびっくりした。そうなんですよ、商店の前、商店で出てたコンペ賞ね、新潟出身だったんですよ。水パパ、ワイコーヒー飲むと、あー、でもコーヒーは結構ね、なんかお腹ゆるくなるのある。金ちゃん、ソイラテしか買ったので、ソイラテ飲めた、全部飲めた、ちゃんと強め。あ、シャちゃんに会いた、愛した。でも、もうね、チャンスがあるとしたらもう明日的な、今日もう、イブは弟くんに、タンタンティこんばんざーい、ありがとう、トークポートの、もう金ちゃん大人だから飲めたし、あ、大人だもんね、ソイラテ。いや、でもソイラテ本当に美味しかった、やっぱ豆乳はうまい。ゆきおだー、意外と小さかった。そう、ふみがもうこれ見て一瞬でゆきお
ゆきおか。ジュリアに聞こうと思ってたけど、ジュリアにまた名付けてもらおうかと思ってたけど、でもその前にもうふみがゆきおってつぶやいたからゆきおになりました。また今度電話で言い合いましょう。笹川の本名は知らんやろ。タンタンってかわいいとハートありがとう。サスさんっていついくつから習字書でやってる。小学校6年間習ってた。うん、でもそれだけ。もうずっと習ってるわけじゃない。フーガこんばんざーい。ケンちゃんサスさんに本名で呼ばれたい。やっぱ今のままがいい。え、じゃあ今度本名で呼ぶ。本名で呼ぶ。今度直接会った時がトークボタン。のびトークポットって今月終わり。いや、そうなんだよ。そうなんか急遽増えたりとか。29日にもともとあったんだけど、でもなくなっちゃったから3枠のができないんすよ。まあ普通に横にもならん。めっちゃいた。なんで音垂れ流してたん。お、鉄ありがとうギフト。ちょっと減ってるライフ。水パパ仕事終わりそう。トークポート効果だじゃないですね。すいません。ひな飲み会の方が日本語話してるかもしれない。あれ笹川配信のコメント、もっと日本語話してくれていいんだよ、うん、コンペッションは長岡の営業。いや長岡結構ねいらっしゃるのね。そうコンペ市場、まあ、イブは弟くんにでありえんニコリしたよ自分で。会社でニコ。はい、仕事終わらせて。仕事また、うん、あ前山本磯郎くんの、ああうん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 、すぐにいいねしたのさすがだなって思った。反応しちゃったね。つい新潟イソロクカレーとかもある出てるんですよ。イソパパ、サガサが本名じゃないんですか。もう本名じゃないんですか。やばいやろ、こんな笹川っていう名字なのに子供生まれてそれにさらに笹って名前つける親やばいでしょ。サのゲシタルト崩壊。あ、目が潤んできてしまった。ドライアイ。ユーチューブお忍び、あ、バレてない？バレてない？お忍び。え、昨日のパックしてたマイカ可愛かったな。ジュンディ、笹さんと書道を共にやろう。筆を持とう。楽しい。まあ今するのめんどくて、イヤホンをせえ。笹川が。笹川がはずい、垂れ流されてる。水パパなんで謝るねん。なんだっけ、なんで謝ったっけ。金ちゃん名前で呼ばれると照れるのでやめてください。名字はまだわからない。下の名前はもう知ったから。ユーチューブ誰かが上げてた寝顔写真いただけ。あまさか撮られてたか。やはりなんでバンザイジャパンこんなに寝顔撮るの恒例なん。そうめいちゃんのは撮ってないんですけど、すいません。今日はめいちゃんより早く起きたんだけど、まあ、終わりません。どうしようもないです。集中して仕事して。うん、うん、分かった。笹川配信は画面録画とかできるから、画面録画起動させといて録画しといて、はい仕事してください。真央さん、なんか今日バイトでビールサーバーボーンってなって、バイト先の先輩がビーチャビーチャなんて笑ってた。出ました、本日のそうなんやナポスケバージョン。ビール浴びた。
文字通り酒を浴びる。うん、今度河合嗣之助とか直江兼嗣とかのツイートもお待ちしてます。新潟の伝道師やん、笹川より。ゆうちも武石武石って友達武石くん惜しいな。武石武石、え、すごい語呂いいじゃん。そのことも考えてつけたのかな。じゃあで笹川笹の芸名の由来は語呂がいいから。でも笹川さんは新潟に笹川さんが多いからっていうのと、あと後付けだけど笹川流れっていうすごい綺麗なところがあるんですけど、そこの水のように清らかな心で入れるように後付け笹川流れから撮ってるかな。ケンシロウとかラオウとか、ラオウ、うん、あの大名さんでラオウさんはいらっしゃるけど本名ケンシロウはまだわかる、うん、ゆうちもリマさんすぐ寝ちゃうから前から寝言取ってくれなかったリマさん毎回曰くリマさん正座してこうやってスッとして寝てたって。足しびれるやつや。筆を持とうっては幼稚園前から筆、あ、そうなん、書道習ってたのか。コンピューター長岡じゃなくてチャーザー村、大技チャーザー出身、合併してなかった。そう、大技とかあざ懐かしい。離れ目アイドル大賞、あら、ご飯投げてくれてるのやった、ご飯。ジュンディ、クジャクの毛の筆とか気筆面白くない。クジャクの毛の筆作ったことはない使ったことない、そんないい筆。あ、めちゃめちゃ内緒じゃなんだけど、あ、金ちゃんから聞いたとか。聞いてない、何も聞いてない。ゆうちも笹川、新潟の笹川流れとか笹川亭から、あ、そうつまりそういうことだ。斜めアイドル大賞、近所のスーパーでルレクチェ売ってたけど買うの、え、我慢しちゃったの。なんで我慢するん、買っちゃいなよ。イワキング、こんばんざー。シャワンスデータが見つからなくて、録画じゃ私の問いには答えてくる答えてくれるかもよ、笹さんなら。時を遡って、やっぱ本当に酒を見て体がビールくせえんじゃんナポの中の千鳥ノブが出てきちゃった。でみんな iPhone の画面録画って周りの物音、自分のってこと、撮ってる側の、え、お、自分がよくするときはされない、その画面で流れてるものだけ録画される。違うのかな、それとも周りがいつも静かなだけ。笹団子だろ、笹団子もある、笹、とりあえず新潟は何かと笹が多いから笹。え、でも新潟ってなんで笹なんだろう、そんなに他のところに比べて笹生えてる、なんでなんだろう、わかんない。お前なんかヘドラなの、何を考えてるの。教えない、通報してないわ。うん、ただ飛ばしたミノ、こんばんざーい。ジュンディ、書道習ってたというか、もう笹川なんて、うん、ケチュンケチュンじゃないですか、それに比べたら。たなちゃん、今月3回トークポートあったんだけど、もともとの予定だと29がなくなっちゃったのよ。うん、25時、あら、もう過ぎてた、早いね、時
時の流れは早い。まう、こんばんざーい。 GTR もこんばんざーい。あ、さっちゃんと今度、あら、特報してくれるの。何の話でも、その日あんあんがその日会ったこととかでも、春菜のお話とかでも、春菜の好きなところとか何の話でも待ってるよ。キリ、カメラ目線、カメラどっちだ、こっちか、こっちか。年末に箱買いして正月にモリモリ食べながら酒飲むのが、え、モリモリ贅沢やん。めっちゃそんなモリモリ食べちゃって、まあ天才じゃん、やっぱりさっちゃんだな。問い答えられるか分かんないけど質問を想定して答えとく。パナちゃん、トライアルのやつ4種類2つずつ入れとくね。そうだ、言ってたやつ、ありがとう。トライアル大好きマン。アイドル大賞、東京で買うとルリクチェやったか。新幹線乗るよ、まあ確かにね、安いから我慢してか。ルリクチェあんま売ってないけど、どこに売ってるかな。うん、徳島のくりちゃん、ありがとう。話せてよかった、もうしっかり覚えたお優しかった。どんぐり呼び、ああどんぐり呼び、あ、オッケー。じゃ継承していいの。じゃあ継承するよ、どんぐり。どんぐりの方が呼びやすい。どんぐりコロコロ、どんぐりこ、いつは何考えてたとか言わせんなよ。何考えたの。あ、うわー、なんと考えてたんだ。どっかであること、そうなんだよな、どっかで増え、でも今んとこ多分ない。純で気が向いたらどっかのリップで、え、見たい、気向いてすごっ、うん、教えない、飛ばす、うーん、たまに。パンダちゃん、希望を持って待ってまする、希望待ってて、うんうん、いやでも待ってても来るか分かんないけど。準備、写真探すところから始めない。あ、でもすごい写真撮ってるんや、ちゃんと撮ってるか。それいいな、推しメンの好きなとこ特報で話す推しメンに推しメンの好きなとこを語る、待ってます。あの、ただうんうんって聞いてるから、うんうん、一方的に語ってもらって、まあ想定して答えるのお願いしときます。あ、まお、今12月22日だよ今ね、まおがこの画面録画見てる時はね、12月22日午後1時32分だよ今え、今日何の曲に出演するか、え、それはちょっとな、教えらんないな。でもちょっと笹川珍しい、あ、ここかっていうポジションがあるよってびっくりしたみたいな予想した。うん、次のとこ来年だと思うから、それまで、うん、考えといて。何でも何でもバチコイ、何でも答えられるようにしとかなきゃ。何を入れたか、ノルの、ああ笹川の好きなやつ、え、ノルのもう香りすごいドンピシャで好き。今なら渋谷のデパ地下、わお、あとはあネスパス、確かにそうだよね、ネスパス行きたいな。書き出し中は見てもいいって言ってた、いいよ書き出してるから、ね、ネスパパ
特ポで、え、そう、そう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 、褒めちぎるって言ってた。次回に持ち越し。タケノコ、サチャ、タケノコじゃん。年賀状頼んでくれたタケノコじゃん。どんぐり、クリちゃんさっさんのところにおるしな。それもあって、どんぐり指、継承者。待って、継承者を探す旅に出てたもん。2代目、どんぐり指、務めさせていただきます。おす。メータンのパックしてるお金少し あるの。かわいい、超かわいい。あ、サンタクロース明日も、そうなんだよ、明日的な、今日22日、20時からビレッジヴァンガード渋谷店さんでリリースイベントあるので、皆さんぜひ来れる方は見に来てください。なんとね、あのスタンプカードのポイント2倍でなので、オフ会とか狙ってる方はぜひ来た方がいい。そして特典会の服装がなんと私服シャッフルということで、笹川はミオに自分の私服を貸して、ののかの服を着ます。どんな服になるかな。あと特別特典で、軽食オアコンビニデートできるので、おしめんとデートしたい方はぜひ。 B チームの出演ですね。ちょ、 B チーム今全員言えるかといったらちょっと危ういので、詳しくはツイッターのハッシュタグ万歳告知、まあ他のメンバーも告知してるので見てみてください。ジジこんばんざーい、ちゃんみおがさささの服だ。そう、推しのって書かれてた。ちょっともう今日のうちから考えとかな。眠れないから参ったなあ。笹川配信を聞いてると眠れるという噂。まあもうビデオやれた。今日は2021年3月22日笹川の誕生日の前日です。今口回ってなかった。今日やばい、いつも以上に滑舌悪い気がする。作業危うい、作業危うい。たけのこ、昨日は久しぶりに全力のさ、あー面白かったです。コーデの2番のあれ、え、感想とかじゃなくて、渋谷のビル版って近いの入り口、あ、そう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 、渋谷のビル版の一番地下 B2。 パパ願い星ラスト期待期待、願う、大好きなあなたまで。ビル版行った、クリスマスから放り投げた。もう来てるね、これは、これはもう来た。金ちゃん、今日もさっさに癒されました。いつもありがとうございます。いつもこちらこそありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。丁重な挨拶。けいちゃんこんばんさ、けいちゃん湯上がり、けいちゃん見れた。ありがとう、ツルツルのお肌見せてくれた。年末のご挨拶特ポ。リズパパ、4日は休みだからいっぱい考えとくわ。1個熱です。あー、1個を深く掘り下げる、でもどちらでも大歓迎。今更だけどもこもこかわいい欲しい。ダメ、あげん。え、仕事終わった。たまに聞きに来る。たけのこ、昨日も言ったけどずっとカカ言ってたら欲しくて欲しくてたまらなさ。自分になんか言い聞かせたみたいに。うん、 B チームの2倍ではデート特典あるから。あー、 A チームはなかったのか。そっか、うん。
サンタクロース、笹姉さん、ちょっとうまいから。え、でもまだまだ。お、段持ってたのか。え、でも筆の使い方ね、自分下手なの。ゆずパパ、ののかの私服。そう、ののか結構ワンピースとか着てるイメージやからね。綺麗め、可愛いスタイル。金ちゃん、オンラインも得って。あ、ポイント？オンラインはね、ならないんだな。だよね。オンラインになればいいんだけど。申し訳ねえ。自分の分かってる、なんだ、行かないし、保管地なので。ああ、ビレバン。え、でもそっちか。メトロからだと下の地下道みたいなとこ直結で行けるのか。行ける。どんぐり地区号がササさんへの服装悩んでた。やばい、笹川への服考えさせるのに貴重な時間を。ののかの、でも楽しみですね。考えて選んでくれた服。パパ、デートしたいです。お、じゃあ明日は、いい音しちゃった。まあでも枠数に限りがあるか。ぜひ笹川と軽食はコンビニデートしてくださる方お待ちしております。明日的な。今日ミオが服のこと配信で言ってた。ミオが普段着ない感じの。ケンちゃん、もうすでにデートしたいんだけどどうしたらいい。オンラインデート。シンゴおつです。ありがとう、シンゴも名古屋、とても感謝。明日3月23日。ちょっと話の流れでね。まあ自分の誕生日について何を伝えようとしたのか。なんとなく思いついたのが3月22日だった。しおりの誕生日じゃん。探し物見つけた。ああ、なるほどね。ナンシー、こんばんは。ナンシーもね、名古屋来てくれたメンツ、ありがとう。ジジ、ののかに超絶可愛いやつって言ってきたんかい。いや、みんな可愛いやつって言ってる。すごい、ののかに。で、髪の毛ササイロっぽくなってきて。いや、そうなのよ。本当になんか緑みが増して、緑と何色、オリーブっぽい感じ。今後、いや今後ね、いや本当はずっとホワイトシルバーにしたいって言ってるのよ。言ってるけど今なぜかこんな感じになってます。こんな。でもアイリもよく変わるからな。結構色、アイリも結構グレーシルバーとかなんか青、今青緑なんだ、何色だ。みたいな感じだから、自分真っ白とかにもねちょっとしてみたいなって思った。真っ白でもあと何回ブリーチしたらなるんでしょう。あと6回とかブリーチしないとなんないかな。真っ白はさすがに。耳かけるかどうか悩んだ。まあ明日さっちゃんに会ってる未来しか見えない。さっちゃんに会ってるよ。合ってます。あなた明日の今頃はもうさちゃんに会った後で、あさちゃんに会えてよかったって言ってます。あなたは、そう、3月23、ありがとう、覚えてくれて。ミスパパ、メールでささのいいところ、そうね、メール返信で伝えてくれてる。ここだけメール、モコモコくれる？笹川のモコモコ刺繍。今こっちの腕を隠そうと思ってこうやったけど、こっちの腕もモコモコだったからこれ。エンドレスモコモコや。
ダメって言われてないって仕事も終わらなくて、うー泣かないで、うーん泣いちゃうのは悲しい。ゆきおが慰めに来た。ああ1月も2倍できっと春と思うよ。うんまだ決まってないけど初詣でそれでいいの？お祈りそこに使っちゃう。ささ姉さん食いしん坊万歳だからコンビニぐらいじゃん。コンビニ、コンビニめっちゃ大好きだからコンビニ、コンビニでも軽食でも大好き。餃子食べ放題でと、いや本当にそれよ、うん、食べ放題ならもうどこでも嬉しい。ミスドの食べ放題行きたいんだよね。だからあそこ時短の男が入れ替わりたちからお尻アピールするから好きポイント、いやみんな可愛かった。もうザンスとかでみんながパリパリポ歌ってんの すごい好き、可愛い、ニコニコしちゃった。ササイロにしてるんじゃないんだ、してるんじゃないのよこれなんか一回すごい金髪みたいになって、でも一瞬でササイオリーブみたいな感じになった。髪色モコモコ髪色モコモコ、ほらササちゃんはその色見慣れた。でも結構ねそう合うって言ってもらえるから、これはこれでいいかってなってる。合ってるなら、タナちゃん、サチャ、サチャだよ。その自分になりたいな、将来の夢、将来の夢、明日叶うかもしれん。叶うといいな。渋谷は毎回道に迷う、迷うよな。確かに何回か来ないと、自分も初めての場所とかだと、なんか目的地を Google マップとかで現在地見てても。気づいたら通り過ぎてたりする。あと2日頑張れる。そうイブとクリスマス会えるからね。もうねライブたくさんあるんですけど、イブもクリスマスも、あ予約お待ちしております。あれだ、クリスマスのお昼、お昼もう本当に多分あと、え、まだ売り切れてないよね。お昼が多分もうあと一桁あるかないかぐらいお席がと思われます。なのでまだ予約してない方いたら、バンザイファイターのミュージックビデオみんなと一緒に見れたり、わーってなれたり、みんなで万歳ファイターお披露目でですからね、初ステージでも。もちろんそれだけじゃなくて、あのしっかりライブもやります。他の曲含めた何やるだろうね。もうワンマンなので、ワンマンライブって感じでは言ってないけど、ワンマンなのでぜひお待ちしております。予約後出ていいやって思ってるともうすぐなくなっちゃったりするので。そして25日の夜、バンザイジャパンが出るとこ多分もう2部完売しちゃったっていう話を、もしもチケット取れたよーっていう人で笹川予約してくださってる、笹川予約してくださる方いらっしゃいましたら一歩お待ちしております。うん、しごおかげで、おおオフ会分もたまったのか、すごい、ありがたや。バラちゃんモコモコ送ります。僕もモコモコになった、みんなモコモコ、モコモコの世界。あゆきおや、よう、おい、ゆきお、ゆきおさんにそんな言葉遣いして認めてるのか、ゆきおさんだぞ。なかなかゆきおに初めまして、しとございましたゆきおへの初めましてお待ちしております。ゆきおさんこう見えてもあの位の高い方なんで、一応撮影の世界ではサンタクロース食べ放題券にしようか。食べ放題券なんてものが存在するのこの世の中に、素敵。みんな今更だけど髪色も髪型も好き。
今さら気づいちゃった。たなちゃんだるま、緑だるまとハートありがとう。髪もこもこなら分けてくれ。いや本当に毛量分けたいぐらいあるのよ。いい分けてももうさーって感じだから、こうザンスパリピスネーク打ちたいのに毎回スペースないから何したらいいか迷ってたのか。パリピスネーク毎回ツイッターの画像編集完了。おう、パナちゃん、あでもパナちゃん DM でくれたよね。え、予約のやつ。もう一番初めに抱いた将来の夢。小学校の先生確かに向いてそう。小学校とか幼稚園保育園とか向いてそう。本日のそうなんや出ました、マオバージョン。だからこう振りコピーしてるんですけどね。わろ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 マリパリパパリパパリパリパパリパリパパリ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 あそこやったことないから。パパ MV 見てまた爆笑したい。爆笑できるかな。え、本当に本当にメンバーも見てないので、そう、いや見てないのでみんなと一緒のタイミングで見ます。きっと見たかったけどね。でもまあみんなと一緒にわーってなれるのもいいかな。ジジサササがミドレンジャーなってるでしょうか。なってたらなんかあげる。ファイター特有の特典があるんですか。蹴りつけ発想がねド M の発想なのよM なのよ。え、蹴られたいっすか、月がいいっすか、あの首都もいけるこんにちはバンザジャパン。あ、そうそうそう、え、え、昼も完売したっけ。昼まだある、夜はなんか完売。シンゴ、ユキオちゃん、ユキオちゃんね、シンゴがそう、お買い物の特典でテルシのお友達にってくれたのね。ユキオちゃん、ユキオちゃんなんか遠目に見るとフクロウみたい。ゆきよちゃん何なんだろうこれ。あ、ハリネズミですわ。フラフィーズぬいぐるみ S ハリネズミ。対象年齢6歳以上、よかった。490歳だからよかった、なんとかギリ超えてるわ。テルジは、テルジから浮気してない。テルジのお友達にっていうことで、まだちょっと札ついてるけど、お友達にしてってもろた。テルジとゆきよ、のきちやほー、よー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 、こんばんざい、ありがとう。25時って全然全然今日も嘘ついた。全然配信時間守れないまあ伸びる分にはね。4つ送った、あれイブとクリスマス4つ送ってくれたはず。そこがコールじゃん、サビじゃない、テンション上げて踊りましょう、なんだかとって思える恋の予感。夢見る少女は止まらず進むぜ。25日は回し切りのプレゼントください。ちょっと多分忘れやすいからさ、ちょっと言って。あ、推しが出る MV とか見たら号泣する自信がある。え、そうだよね、確かに本当だよ。噛み締めてください、うん、あ、映ってる、もう映るたびにああみたいななっちゃうよね。
教えない、ハロー、お挨拶からやり直してきた。じじ、推しに踏まれてる時期8万度あるんだ。結構じじも踏まれるタイプなんだ。スリーショット、あ、スリーショットね、ドローね、うん、そっか、 M なのか、月より好き酔ってないすっ切れちゃったけいちゃん、配信時間伸びたら当然睡眠時間も、睡眠時間は伸びるかも、ちょっと熱い、睡眠時間はちょっと考えます、うん、伸ばすかどうかすごい、どんだけ寝てほしい本当クラス踏まれる、そんなご褒美、え、みんな、なんでそんな踏まれるの好き、スカートの中を見るとかそういうことじゃないの、踏まれるの好きな人多いよね、あれは何なんだ、え、踏まれ、推しに踏まれたいよっていう人入ってしてのって、アンケート、そういえばアンケートといえば投票にしてなかった、今更だけどちょっと投票にしとこう、興奮しながら言います、エキサイト、回し蹴りのプレゼントされるの、全然あの希望者にもするかどうかはゆきおちゃん、あ、そういうことスリーショット、雪を、まあ、ちょっと札ついてる、ハリネズミ、の待って、え、踏まれたい人多くない、俺は踏まれたくないし、あーせ踏まれたい人、けいちゃん寝るか踏むか選んでください、え、寝る、けいちゃんが寝る、寝て、待って、どっちが寝るんだろうこれ、ああ笹川がってことか、睡眠時間のことか地域でかと思った、ねえ寝ます踏んでもいいけどね、あんちゃんぎゅーがいい、ぎゅーねしたいけど、うん、接触するのが今ね、コロナ的なあれでできないからね、ハグしてる風、サンタクロース違う、音は基本 M なのか、ピンヒール、何推し、え、どういうあれなんだろう、生まれた人って、そのね、全然否定するとかじゃないけど、どういうあれで踏まれたいのか、真剣に心理が知りたい、どんな感じなんだろう興奮しちゃうの、直樹ちゃん俺も待ってみんなの大丈夫、みんななんか性癖さらしてすごい深夜だからってみんな大丈夫、後で後悔しない、一滴も飲んでないんだな、推し麺によって、あ、テンプレ最初の話に戻る、もしかしてショールームのテンプレかショールームに新たに増えたという噂の機能、ここまでテンプレだったらすごい、推し麺によってる、もう推し麺で泥酔しちゃったね、推しに踏まれたよって人っていうのが周りに響く、ちょっと待って、まだ周りに響いてるの、笹川の声やばない、水とかちゃんと倍返しって叫んでから回し切り、七パラ倍返し付き、え、ちょっと動画で特典券3枚になります、踏まれてみようかな、試しに
そんな感じ。たけのこ台頭の中台頭リンタささまリンタンだ。あちょっとぶり。この前コメントくれたもんね。この前この前って言って、うん、無知でいいよ。無知妥協なのそれ。うん、推しと接触できればアクション踏まれる。あそういうことか触れ合うっていうことが肝心なのか。絵が面白いから。あそういう人もいるよね。そのチェキの絵が面白い、チェキ芸人チェキ職人シング通所チェキの時のポーズのバリエーションが、ポーズまあうん何だろう、一緒に写って、でもそうだよね、何を求めるかだよね本人が。そのってお客さん本人が面白さ、後で見返してあこういうことやったなとか。でもただお話ししたいから、あと推しメンの写真が欲しいからっていう方もいると思うけど、ウィズパパやらなそうなことをやってるのが、あー周りに注目されるとかもあるのかな、まあ、人それぞれか、うん、普通に踏まれて興奮するっていう人もいる、うん、私は踏まれたくないです、周りにアピールするように私は違う一緒ではない。ひな、そこまで推しメンが踏みたいって言うなら踏まれますいやいや推しメンが言ったからじゃないのよ踏みたいってね一回も言ってないですね仕方なく推しメンがそこまで言うならじゃなく、水パパじゃあ今度動画お iPhone が吹っ飛ぶところまで待って壊すよ。水パパの iPhone。インタこの前が今月だと思う。うんまあこの前。タケノコ嫌です。たとえ推しでもその上下関係不明するの。あくまでタケノコは推し対等。イコールじゃないか。イコールだったら同一人物になっちゃうか。マナちゃん。ポーズ決めておいてね。ポーズ。笹川も結構ポーズのバリエーションとか考えてても、もうなんか撮る時になるとあってなっちゃうんだけど、そう分かった。持論なのであくまで一意見、人それぞれ。じじ踏んでって言っても9割あ、そうやっぱそうか。非支配欲とか主従関係とか特別感とかいろいろ考えてくれたんやありがとう考えてくれて。聞くと痛いのが好きなの、痛み。なるほど、この世の中まだ笹川の知らないことでことがたくさん溢れてる。面白い、やっぱね、知らないことを知れたりとか、人のなんかこう自分の中にない感情とかを知れるのはね、勉強になりますね。にしても多いんだよな多い。ビンタポーズ好きなの。じゃあもうちょっとジージーは次はそういう感じで撮る。笹ちゃんの踏み毛10枠でどう10枠で手を打つ。トークポート、うん、けいちゃん自分は別に踏まれたくないけど、笹さんが寝るためならマジでなんでちょっとしょ交換条件みたいな感じで甘んじてか。
そうか、そこまで笹賀の睡眠時間のことを考えてくれるな。それならビンタなら10枠、あ、全然これぐらいだったら全然やるけどね。痛覚いかれてるけど痛いのは、いや誰でも好きじゃないのよ、うん、アドレナリンが出るなら別部活とかでも痛みを伴うことで生きてるって感じる。いやそういうことじゃないか。自分もそういえばここの傷治んないんだよな。右足なんかライブでいつの間にかめっちゃ右足ばっかいつも負傷してる。この前金魚、これなんだろう、この前金魚の歌でイントロから A メロに行くときめっちゃ移動ギリギリすぎて、サウザンドクラブだ多分その時に膝すごいつって膝出てるもんね衣装が、すぐかさぶたになってた。隠しても隠れない。だからこうでも腕十字型めちきさちゃん撮ったから何もなかった。説得力、それ言わなきゃね、言わなきゃ分からんのよ誰も。イズパパリアルにリママ平手打ち、ああ、経験者。俺がここで踏まれてるからささ寝ろ。かっこええやん。いやかっこよくないな。かっこいい、一瞬かっこいいかなって思ったけど、俺がここを食い止めるからお前は行けみたいな。よくよく考えたらかっこよくなかったわ。サンタクロース、え、やってくれるの。まあ、やると言われたら、うん、ちゃお、戻ってきた。というか笹川も25時までと言いつつとんでもなく嘘をついた。もう40分オーバーしてた。楽しくなっちゃうね話してると。パーテーションが守ってくれる。パーテーション、どこのパーテーション。シェリーこんばんざい。シェリーも名古屋ありがとうございました。ありがとう、本当に来てくれて元気そうで何を。ジジ昨日も誰か全員チェキで足つりポーズしたけど、あーしてた足つってた。確かに面白いっていうのはあるよね。言わなきゃオチがつかないだろ。待って、最初からそれを考えてたのもしかして。ノキチ踏まれる話してたら腹減っ、なんで。そんな、多分因果関係ないのよそれ。ただあの時間的に普通にお腹減ったんだと思う。今言うて推しメンと変なチェキ一個も、やっぱ正統派すぎたか。ちょっといいんだよ、なんか変なのを提案してくれた。推しメン、推しメン、変なチェキ、変な時期取る。伊豆パパ仕事まだしてるやつ、終われ強制終了。もう笹川がパソコンのコンセント抜きに行きたい。ゆうちゃん、笹さんはめっちゃ伸ばしてくれるから幸せです。気づいたらめちゃめちゃ伸びてる。当初こんな予定ではなかったけど、多分ね、でもコメントが何も来ない配信だったらきっと笹がもすぐ終わってしまうと思うけど、楽しいのでね、いつもコメントありがとうございますっていう。早く寝ないと本当に足踏み待って、みんな自分の体を犠牲にして笹がを寝かせようとしてくれる。すいません、寝なくてなかなか。じじ、あ、寝るね。おやすみ、良い夢を。踏まれてる夢とか見ないように。シェリー今回のやつ、ほんとめっちゃ楽しかったよね。本当に、なんでだろう、すごく楽しかった。いや、いつも楽しいんだけど、
月のとかもすごく印象に残ってる。なんかよくその場のテンションでやってたのでしたくないのが推し以外は女友達感覚だから何でもやってほしい。マブダチで、タケノコのあの刀持ってる時期やっぱ衣装と相性がいいからすごいかっこいい。バットノートパソコンだから、じゃあ保存、上書き保存とかだけさせて強制終了。変なの、推しメンの手のひらオンリーと通信それでいいのか。レン、急にテストを見始めてた。テストなんか変わんない。あ、電気が切れた。じゃあ電気が切れてたから照明の電気がもう、え、もうなくなった。嘘、終了の合図ってことは。昨日も配信してたら、そう個人配信、急にホテルのブレーカーバーン落ちてめっちゃ真っ暗になったし、電気切れるのは笹川配信あるある。直吉夜勤明けで、夜勤明けが、あ、お疲れなのかああ、おつささー、夜明けのお疲れ様でした。私に久しぶりにジャンプして今日引退だ発着散ったから、あ、寝な寝な、おかえりね。自分の家の布団が最高。ただいま今、うん、寝る寝る寝るね。だけどあれまた刀、笹さん他のメンバーより、あ、パソコンはね仕事で使うからというか結構パソコンはもうずっと前から使ってるから、昨日だけど電気切れたから誰もおらんからな、誰も廊下出てくる人。 LED ライトの電池持たん、そう充電さっきしたばっかなんだけど、フルまで充電持たんかった。慎吾お疲れ様でした。けちゃんお疲れ様、ありがとうね、こちらこそ。よいすみよ、では寝るのはあと数時間後だと思います。じっちゃんこんばんは、終わっちゃうとこだったけど、サンタクロース、お、お待ちしております。約束遵守、やった、サンタ来る、お会いの元に。ひな、おやーぽすー日本語あれ、配信、今日配信始まった時からおかしいな、日本語が成長してない。まあおやすみ、ね、マオは大声だしめっちゃ。シェリーおやすみ、ゆうちおやすみなさい。あ、夏至そうだ、ゆず、いや、ゆずないや、夏至じゃない、冬至、今夏至って言ったよね今絶対夏至って言ってた気がする、冬至です夏になってた。オーストラリアにいるのかな、笹川。じいちゃん初動のやつ、あ、そうなのよ、そうスタッフさんが合わせた。みのおやすみ、ずっと見てくれた、おやすみ。直吉いつか踏まれて、踏まれたい人第何号。直吉もおやすみ、まだ夏にいたみたい俺たちの夏はこれからだ。いいな、配信見てたらどんどん対抗、あーだからか、笹川が対抗させちゃってたか。バブちゃん、ゆうちめ今ゆず投げたんでキャッチして、ゆきおだったゆずどっからどっから飛んでくる。焼き餅こんばんざ、ありがとう、ごめんね終わるとこだったんだけど、てくれてありがとう、終わっちゃいます。今日おやすみなさいでございます、皆さん。じゃあ明日的な今日22日はビレッジヴァンガード渋谷店さんで
20時からリリースイベントありますので、皆さんぜひ遊びに来てください。待ってるよ。ライブ頑張る。ありがとう。良い夢を。おやすみなさい。バイバイ。